株式会社、日高ブリーダーズユニオンは、日本中央競馬会に、バッシュ登録をしている、クラブ法人である。相馬会法人、ユニオンオーナーズクラブより、特命組合契約に基づく、競争馬の現物出資を受けて、中央競馬などの競争に出走させている。藤原五郎1986年に、日高地方を中心とした25の生産牧場が、株主となって設立した。 その後、岐阜市牧場、富岡九平、鮫川牧場、竹岡牧場、佐々木節屋、塚尾牧場、昭和牧場が抜け、宮内牧場が参加、現在の株主牧場は19となっている。初年度募集場の一等サンドピアリスが1989年に、エリザベス女王杯を最低人気で制市 GI 発、制覇。2011年6月5日の阪神 8R で、 所有場が1から3着を独占した。同一場所による1から3着独占は2010年8月15日の新潟 11R で八代大レースホースが記録して以来、2018年4月15日サツキをエポカ道路が静止クラシック初制覇。マンハッタンスカイゴート日高ブリーダーズユニオンの勝負服緑、赤だすき、 赤そげ白一本輪な芝名は会員からの公募。また募集時のいわゆる妖名はすべてペガサスと称し語尾に番号を付ける。レース名の太字は GI。ありがとうございます。